どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢とゆっくり魔理沙だぜ。大ちゃんです。ヨウムです。カナエです。フランです。レミリアです。オクーです。サクヤとシワクです。そしてオペレーターのモノです。はい、ということで今回の動画は前回と前々回でしなかったゆっくり茶番をしたいと思います。最後までぜひご覧ください。それでは画面の方で挨拶が終わり次第ゆっくり茶番スタートです。はい、ということで今回の動画は第2話で投稿したブレイクインのパクリのようで少し違うやつを撮影しました。それでは、ゆっくり茶番劇の始まりです。今日は友達の家でパーティーする日だから今友達の家に着いたところだよ。おやっと着いたんだ。結構広い家ですな。幽霊が出てきそう。ちょ、ヨウム怖いこと言わないでよ。なーにやっちまったな。もしかして第16話のネタ使ったか。まさしく似てる。早速ですか。画面では家の中を物色しているようですが、確かに友達が言ってたけどブレイクインのパクリのようだね。イラッとするぜ。完全ではないけど第2話のブレイクインによく似ていますね。パクったとしか思えないんだけど。この後のも見てみましょうか。この後も第2話と同じならパクリゲーですから。というよりこのロブロックスの中のゲームでいろいろ調べたら何個か出てくるやついっぱいあるけど、これもその一つなわけか。タイトルが違うだけで中身は同じ。この後は、ピザ食べるんだよね。やっぱ同じやないか。もしかしたら地下に行って寝る場面もボスまで行く道も同じ可能性とかありますよね。そうなると完全にパクリなわけだね。まあでも作成者が同じなら関係ないのだが。作者見てくる。見てきたよ。作者は別人だった。少し違うけどパクリ確定じゃないかな。まあ完全同じじゃないからいいんだと思うぜ。とりあえず何日か過ごしましょうか。こうして、このブレイクインパクリゲーみたいなゲーム内で、違う家に泊まることになり何日か過ごすことになりました。ここからは、茶番はないのですが、最後まで見ていただければわかりますが、死にます。なので、最後の場面までカットします。それでは、カット。
はい、ということでこの後アスレで起きて脱落します。はい、ということでですね、今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録と高評価お願いします。今日の午後4時から、茶番劇を撮影します。集合場所は、前回の最後のホテルです。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。